群馬の由美子です。今日は2022年1月6日木曜日です。昨日の話なんですけど、私ちょっとお医者さん行っててね、それで何ヶ月か前にね、私マスクしないって言ったら、じゃあこちらへどうぞって言うんでプレハブに案内されて、発熱外来っていう仮説のあれですね、熱ある人いっぺんここ入ってコロナかどうかっていうか PCR 検査しましょうっていう部屋なんですけど、そこへ入れられて、そこで特別に診察をしていただいてるんですけども、まあね、陽気のいい時は良かったんですけど、最近寒くってね、ちょっとなんか迫害されてるような感じがして寂しかったんですけど、昨日ね、先生の診察終わったら先生帰っちゃって、看護婦さんと2人きりでね、お話ができるわけですよ。これが面白くて、2人きりですから遠慮なく、看護婦さんこういう話知ってるって言って、コンスピラシーの話をするわけですね。権力者の共同防御はあるに決まってんでしょう論ですね。それをさ、昨日の看護婦さんはね、その前に、皇族が別人になってるって話したんですよ。小室圭さんとか眞子さんとか、私の前回の動画を見ていただければ後半にそういうのが出てくるんですけど、あとは愛子さんも別人になってるっていう話ね。なんか他の人も、美智子さんなんかね、もう結婚前から別人になってるらしくて、その後も何人もいらっしゃるんですね。まあ他の人もね、まあ、ほとんど別人みたいですね。まあそれはいいとしてね。でそしたら昨日その看護婦さんが由美子さんに、愛子さんが別人だっていう話聞いたら、もう別人にしか見えなくってみたいなことを言うんですよ。で、そうでしょつって、で周りの人どんな風な反応ですかって聞いたら、綺麗、愛子さん綺麗になったよね、お化粧してるからかなって言うんで終わるんですって。なるほどと思ってね、やっぱりね、人間脳を守らないといけないと思うわけですよ。頭がおかしくなったらもう大変だから。だってもしその自分がね、見た愛子さんなんか違う人じゃないかなっていう、この親という感じを認めてしまったら、じゃあ宮内庁も愛子さん本人も宮内庁も、ま、天皇さんたちもマスコミもみんな嘘ついてるわけって思うじゃないですか。そうしたらちょっと頭おかしくなっちゃいますよね、普通の人は。だからそうならないようにお化粧だっていう話にして納得するわけですね。私が別人なわけがないって思ってね、秋篠宮お疲れなんだわって、眞子さんの婚約の話で心労がたたって暗くなっちゃったんだわって思ったように、別人じゃない、調子が悪いんだって、そういうふうに思ったのと同じですね。ですから私はこの看護婦さんがすごいと思って、もう完全に受け入れてますよね、愛子さんが別人っていうのを。だからこれが自分の感覚を信じるってことなんですよね、なんて話って盛り上がってね。だからこのプレハブ小屋もね、悪くないですよ、楽しいです。今日の写真は今朝の夜明け前、群馬県庁でございます。皆さん寒いんですけども、お体お気をつけて。風紋ってわかります？このね、背中のなんていうの、首の下あたりにあって、子供がお母さんにトントンしてもらうとこですよね。そこからね、風が入ってくるんですって。だから おかしいぞと思ったら葛根湯を飲ん で、そこの風紋のところにね、北海道貼るやつをね貼るとね、もう
風邪ひかない、風邪にならないですよ。本当にやってみてください。じゃあお気をつけて、またお会いしましょう。